探索10日目。まだ赤ピクミンと黄ピクミンしか増やせない状態だけど大丈夫。お、直せんのか。光塚っていう面白いものを見つければ。なるほど、光塚ね。なるほどね、光塚ってのがあるのね。ちょっと待ってね、探索この画面ありくい。一回夜の探索行ってみるか。ニュームテロン、オッケー、古代アーケード行ってきます。ハブン、何すればいいんだろうな、正直よくわかってないんだよな。原生生物すべて倒すか、朝まで光塚を守りきれば葉っぱ陣を直すのに必要な光の蜜を採取できる。へえ、いいね。ってことは3人いるから3人分か。なんかちょっと生ちったな。日だまりの庭ね。オッケーオッケー。確かに怖い。何すればいいかがわからない。怖っ。あれが光っすか。朝になると薬の元になる。オッケーオッケー。かわいい。ああなるほど、増えるのね。何ピクミンって言うんだろうこれ。光ピクミン。コッペ。まあ、確かに光ってるけどさ。ああ怖い怖い怖い。オッケーオッケー、守るよ。オッケーオッケー、ペレットがあるのね。ルーナなるほどね、ちょっと扱いにくいな。どういうこと？怖っ。決まってる。トゥンクレー？ノチノ。怖い怖い怖い。アニー？うん。オッケーオッケー。まあ理解はできたけど。光パレットをどう回収するかだよね、問題は。大体仕組み分かったんだけどさ、いろんな方向から来るよね、やっぱり。そうだよね。拠点移すことできんのかな。なんか意味あんのかな。あ、ここでも開始できるのか。
だとしたら地下の下で、あ、繋がってんだね。ニューム。へえ。それしても使えるんだ。便利だね。べべべべべ。なるほどね。カリスカか。カリスカが押されるからいいんだよ別にね。オッケーオッケー。あ、やばい、壊された。まあまあまあ。カリスカが入り口だから、まあ全然いいのか。もっと出した方がいいのか。水ピクミンは平気。あ、死んじゃった。まあ、いいや。なるほどね。おとり塚ってのがあるのね。いいね。便利だね。おとり塚ってまだ奥にあるのかな？ないね。おとり塚はないんだね。その遠くまで。なるほどね。戦いに徹するか。まあ、そんな難しくないんだな、これ。あ、全部倒したいな。OK じゃない？ OK。なるほどね。ブルーナー。あ、気持ち悪い。これが、あ、分解酵素を持つんだ。光の蜜。へえ。よく、一回、一回思ったんか。え？どういうこと？地下だと使えるとか、そういうわけじゃないか。あー、もう10日目になっちゃうんだね、あれ。そうなんだ、光使ってもう1日になっちゃうのか。 OK、作って やっちゃおう。光の種って何の意味があるんだろうな、結局。怖かった。ほちゃあの、俺 iPhone ケースもピクミンなんだよね。アリクイ。